さて、追っ始めるか。それでは行ってまいります。あなたたちに精霊の祝福があらんこと。いらしてたのね。声をかけてあげればよろしいのに。ほんとたくましい子たちだこと。少々危ういところもあるけれど、これでお気に召しまして。それにしてもどういう風の吹き回しかしら。あなたが私に頼み事だなんて。それも誰かのために。同病愛憐れむといったところかしら。それとも利用しているだけ。古き友よ、あなたにまだ人としての心が残っていると信じたいわ。私が手を下さずとも、あの者もまた因果律に導かれし一因子なのやもしれぬ。そうね、神は運命を与えたも、出会いという運命を。その目でしっかり見極めてきなさい。この出会いがあなたにとってどんな意味をなすのか。皆さん、これを指に結んでください。髪の毛？お前の？どうしてこれを？電話をできるようにするためです。テレパシーよ。電話？うさんくせえな。そこで今回のトロール退治では、皆さんには私の指示に従っていただきたいのです。んだと？冗談じゃねえ。ちっとばかし魔法が使えるくれでリーダー気取りか。それが一番合理的です。戦況全体を把握して皆さんにそれをお伝えできるのは魔術師の私だけなのですから。トロール襲撃の際、村人が立てこもるとしたらここでしょうね。やはりここに陣を張るしかない。けれどこの場所は、はあ、お師匠様の言いつけでなかったら誰がこんな村。どうした？寺院の立っているこの場所はかつてこの土地の精霊を祀った神殿の跡です。法王庁はこうして精霊信仰の聖地を踏み潰し、教義を自らの権力を誇示する道具にしています。人々は神の名を唱え争い、神の名を唱え救いを求めます。繰り返し、飽きることなく、自分たちが忘却しようとしている者たちにこそ自分たちを救う鍵が隠されているかもしれないのに。だったらやめりゃいい。お前にその気がねえなら、何もそんないけすかねえ連中のために危ない橋を渡ることはねえ。言われたから嫌でもやるってのはガキの使いってんだぜ。なんて礼儀知らずで不真面目な人なの。こんな人が私の運命であるはずない。絶対。なあ、トロールの大軍だ。来た。シールケ、準備はできてるわよ。皆さん、寺院に避難してください。イバレラ、私たちは魔術の準備に取り掛かるわよ。トロールがこんなにたくさんいるなんて。すごい、すごい、ト
示している。あの剣にまとわりつくあの影は、トロールの大嫌いな性別した木の実をぶちまけるのよ。トロールが近寄ってこない。どうやら魔除けの力が効いているようですね。長くは持ちません。今のうちに寺院へ急いでください。村の人が心配ですね。私は石泥さんと救出に当たります。スザルってとこか。そいつを倒せば下っ端どもも
皆さん、これから魔術でこの寺院に防壁を張ります。詠唱には時間がかかるので、それまで寺院を守り抜いてください。ありがとうございます。ガッツさん、手分けしませんか？あの大きいトロールを狩りましょう。キリがねえ。お前の腕じゃもう限界なんじゃ。バキャロ、ここが正念場なんだよ。万事休すってところかもしれませんね。
ベン、ゲプラ、マルクト、アテ、ベン、ゲドゥ、レ、オラーム。トロールが、これがあいつの魔術。どうやらトロールはこの結界には近づけねえらしいな。まったく大した冗談だぜ。あの馬ガエルは私向きの相手のようです。任せていただきます。好きにしな。俺もこのデカブツの方が分かりやすくて性に合ってる。さすがに無茶だ。あんなのに勝てるわけが。そうでもないぞ。あいつこういうの結構慣れてっからな。急がなければ。この地にいる精霊ウィンデイム。こんな時に何もできねえのかよ。図体してるだけあってタフだな。雑魚どもとは違う。我は水の眷属。この地を流れる谷川の精霊なり。古の名約に従い、この地を汚せし悪霊を洗い清めん。川の氾濫、トロールどもが流されちまった。魔術。すごい。あの男ならトロールどもからこの村を。
これは厳しいですね。助かりました。ありがとうございます。やはり最後は一人か。Right.
助かりました。ありがとうございます。小さな魔女のおかげだな。おい、キャスカとファル姉ちゃんの姿が見えねえぞ。まさか洪水に巻き込まれて。すぐ探さなきゃ。どうだ。ダメだ、どこにも見当たらねえよ。ファルネーゼ様は、お二人はまだ見つからないのですか。まだ動いちゃダメだって。大丈夫よ、きっと無事だわ。今シール家が二人のオドを探してるから。私の責任だ。私が力に溺れてしまったから、もっとしっかりやっていれば。おい、肩の力を抜け。そんなにシャチホコばってちゃ普通にやれることもできやしねえぞ。お前はよくやったぜ。正直驚いた。お前がこの村を救ったんだ。少々荒っぽかったかな。誰も責める奴はいねえよ。つうことでよろしく頼むぜ、魔女殿。いました、感じます、二人のオド。二人とも無事です。でもこれはトロールに連れて行かれてるようです。致命傷じゃないけど、今すぐ動くのは無理ね。一晩明かせば傷も癒えるでしょう。ですが、それを待っているゆとりは。出発してください、一刻も早く。ファルネーゼ様をお願いします。行ってくる。冷たー。おい、ぼさっとしてるな。置いてくぞ。さて、追っ始めるか。本当にこの方角で間違いねえのか。トロールどもの残留思念をたどっているのです。間違いありません。にしてもさっきからだんだんと薄気味悪い景色になってきてねえか。なんだか魔女の館にたどり着いた時と真逆って感じだぜ。やはり恐れていたことが。ここは隔離用です。それも
少々厄介な隔離用の闇の領域、クリフォトです。クリフォト。隔離用はその深みの中に独自の雰囲気を持ついくつもの領域をはらんでいるのです。幽体とは己のオドと同質の者同士が寄り集まる傾向があるのです。暖かなオドをまとう者は暖かな者同士で、ここは逆、暗くよどんだ心の群れ集う闇、クリフォトです。これは通常ありえないことです。隔離用と打つよがこんなにはっきりと重なることなど、トロールやオーグル、妖精や魑魅魍魎、幽体の生物たちがまるで肉体を持っているかのように人々に認識される。彼らは本来私たちの精神世界、夜の夢や空想の中に住まう者たちなのです。もしもそれが現実に存在してしまったら。タロ、どうなるってんだ。わかりません。ただ世界は変わってしまう。いいえ、おそらくそれはすでに始まっています。あるものの出現とともに。この奥がトロールどもの巣です。急いでお二人を助けましょう。あれ、止まってください。あそこにいるトロールのオドをそらします。相手をしている暇はありません。見つからないよう慎重に進みましょう。すげえ、どうなってんの。オドを操ることも魔術の一部、魔術師ならば誰にでもできることです。なんだ、行き止まりじゃんか。魔術で道を開きます。少しの間敵を引きつけてください。わかった、敵は任せておけ。頼もしいこと言ってくれるじゃない。こいつら奥から湧いてんのか。ちょっと見てくれ。カツ、あっちからもトロールが。面倒になる前にそいつを倒すか。俺が行く。食い止めりゃいいんだろ。あー、トロールが迫ってるわ。炎症をやり直します。援護。
道を開きました。先に進みましょう。この先にもトロールのオドを感じます。見つからないように注意して進みましょう。ちょっとシールケ置いてくつもり？バルネーゼさん、キャスカさん、シールケさん、よかった、ようやく通じました。そこを動かないで、すぐ助けに行きます。私が誰かを守るために剣を振るっている。気が遠くなる。このまましゃがみ込んでうずくまってしまいたい。でも背中越しのこの子のぬくもりが私にそうさせてくれない。何もできない私に初めて託された、私よりも弱い存在。私が無力であることを許してくれない。これは報い、それとも とっとと倒して進むぞ。この奥です。詠唱の時間を稼いでください。よし、ここは俺様に任せな。またかよ。なんとか潰しに行かねえと。トロールの気配がするわ。詠唱をやり直します。援護。
見当たりませんが。やつは怪我で動けねえ。命に別状はねえよ。あんたを連れて帰ると約束した。倒し終わりましたね。すぐにここを脱出します。また出てきやがったぞ。報い、これは。でも本当にそう。あの時私が気を失わなかったのはキャスカさんがいたから。自分よりも弱い存在が私を支えた。これは救い。私が虐げ続けた弱き者が今は私を救ってくれるの。キャスカさん、しっかり。さあ行きましょう。俺が足止めする。おめえらを先に行け。そんな、いくらなんでも無茶です。あの数を一人で、魔術の援護もなしに。任せろ。な、何なのよ。二の句も告げさせないこの言い切りようは。この状況を見れば無謀だってわかるでしょ。キャスカを頼む。ヴァルネーゼ、あんたのおかげで随分と救われてる。感謝してる。いえ、そんな。石殿、お前がしんがりだ。女たちを守れ。けどよ、俺武器を持ちゃ戦場じゃガキだろうが立派な戦力だ。任せられるから任せた。やり遂げてみせろ。わかったよ、やってやら。クールに完璧に、このクソ大人。さて、追っ始めるか。ゾロゾロ湧いてきやがる。久しぶりに100人、いや100匹斬りとしゃれ込むか。腹減ってんだろ。来いよ。お前らのうち半分は今すぐ餌だ。
久しぶりに型を成してみれば、トロールどもの腹綿だなんて最低の体だわ。ガッツさん、全員出口までたどり着きました。あなたも早く脱出してください。今のはガッツさん、そこで今何が。ガッツさん、会いたかったわ、坊や。お久しぶりね。いいえ、私はいつもあなたを感じていたわ。洞窟で、塔で、数えきれない夜の中で、あなたの慟哭を感じていた。そして道が開かれた以上、あなたが私の領域を訪れることは分かっていた。さあ、もっと感じさせて。あなたの怒り、苦痛、全て解き放って。あなたの魂はこのクリフォトにこそふさわしい。その憎悪、苦悶、そして恐怖、女の姫ごとに水を差すものではなくてよ。それともあなたもご一緒する、王様。腹和田の正気、召喚されしは貴様のみか。召喚ですって？私は自ら赴いたのよ、この坊やに会いたくて。ならばもはや語るまい。もう殿方はせっかちなんだから。でも少々じらすのも女のたしなみ。ここは私の体内も同然。暴れなさい、激しく闇の落とし子たち。引きちぎれるこの感触。でも足りない、これじゃ全然。もっと、もっとよ。Yeah.
様のその剣ならば可能。幾百幾千の亡者どもの怨念で期待し、その剣ならば貫け。クソ、一体何がどうなっちまったんだ。キャスの強引な降臨と入滅の余波だ。この領域の生と死が煮えたぎり混沌と化した。試し切りには頃合いやもしれん。これはキャスらをかの渦へ葬らんがためにのみ振るう手段だったのだが。何のつもりだよ。技術のやつに付き合ってる暇は。人ともより奪いしベゲリット、我が体内にて刃へと練り上げた呼び水の剣になる。ファルネーゼ様、よくぞご無事で。もしものことがあったらどうしようかと。心配かけましたね。俺の活躍見せてやりたかったぜ。あなたは何もしてないじゃないですか。エイド、仲間か。もう二度と、そう思っていたんだがな。Can't stop bouncing.